どうも、タバタブラザーズです。兄の吉木です。先に謝らせてください。皆さんすいません。動画の方向性を変えていきます。49代表校予想というのをやってたんですけども、どうにもね、再生数が弱いんですよ。さすがにここ数年で一番弱い再生数叩き出してるんで、これはやばいなということで。でも本当にこれは僕のせいですよ。皆様のせいではありません。僕が面白くないコンテンツを出してるから、面白くない動画の内容だから見てくれないんで、申し訳ないんですけど、中央学院の倒し方を教えます。僕は千葉県で、中央学院さん本命、夏はこの高校が甲子園出るんじゃないかと予想させていただきました。前の動画多分さっき神奈川編が上がってるんですけど、中央学院と山梨学院はちょっとさすがに内部事情知ってしまってるんで、それは絶対に言いません。だから皆様が、あらゆる情報、知り得る情報の範疇での倒し方を教えますんで、決してそのね、内部事情から紐解きは絶対させませんので、それしてもたら多分ほんまに勝ててまうんで、絶対に教えませんよ。もうほんまに勝ててまうんで、これ、中学院倒し方教えます。知りたいでしょ皆さん。やっぱりみんな甲子園出たいからね。うん、教えていきますよ。まずですね、中学院はまずどこから崩すかってなると、結局ピッチャー3人いてますね。でこの3人の研究からまず始めるべきなんですけど、まあだから倉波くん190センチ超えから角度のあるまっすぐとフォークです。他の球見んでいい、まっすぐとフォークだけ研究しとけばいい。倉波選手はで、続いてサッサ選手、常時140キロのまっすぐ、チェンジアップ、カーブ、スライダーみたいな多彩な変化球もある。薄い投手、サイドスローからだいたい100、140キロぐらいの球を投げてくるピッチャー、この3人が厄介やね。まあ、これをまあ誰がじゃあ一番打ちやすいかって言いますよ、サッサ選手です。サッサ選手が一番打ちやすいピッチャーですっていうのをまず攻略情報として頭に置いておいてください。まあだからサッサ選手の研究は後で後回しいいんじゃないっていう感じですね。倉波選手のまっすぐとフォーク、薄い投手を研究した上で組み立てていけばいいんじゃないかなと思います。野手なんですけど、まあいいバッター多いんですよ。でもみんなちっちゃいしパンチ力あるんですよね。いいバッター多い、ちっちゃい、パンチ力あるみたいな感じで、足も速いですっていう感じなんですけど、僕から見てやっぱりね、野手陣前から言ってるんだけど、まっすぐ強いと思うんですよね。ただ変化球ちょっと怪しいんですよ。まっすぐの 1,2,3 めっちゃ強いんですけど、変化球怪しいと思うんで、組み立てとしては変化球中心の投球したらバッター陣結構難しいんじゃないかなと思います。結構簡単に空振りしてるシーン見られるんでね、狙い球を絞ってるのかどうなのかっていうのは俺分かりませんけど、僕が中学院が苦手とするパターン、中学院苦手とするのはやっぱ守備が硬い相手チームと同型っていうのが絶対苦手なんですよ。同じように、足使ってきたりするしてくる戦略っていうのが僕は苦手やと思う。得意やと思ったんですけど多分苦手ですね。なぜかっていうと、その守りで、一人一人は全然上手いんだけど、その連携的なところが僕はちょっと怪しいって思ってます。党内連携じゃないですけど、その内野の連携、全員が野手がプレー機会を与えられたら難しい、難しいというかほころびが出やすいです。ただその中学院はやっぱ裏返すとエラーにつけ込むのが非常にうまいですね。でバッター陣でやばいのは倉波選手と青木選手だけですね。右バッター、森田君もまあ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 よかったけど、右バッター2人だけ注意しとけばいいんで、まあ、この2人はでもえぐい、結構ほんまに千葉やったらマジワンツーぐらいで打撃技術とともにいいから、もうここだけ注意ですね。だから打順で言うと1と4とか1と5とかなんで、はい、ここだけ気合い入れて投げてください。あとはまあ波です。で僕がやっぱ中学院一番崩しやすいのはキャッチャーですね。もうずっと言ってないけど、やっぱ大会でもキャッチャーエラー目立ちました。まあさすがに夏の大会は改善してくると思うんですが、皆様から見てもキャッチャーエラー多かったと思うんで、そのキャッチャーのエラーの部分っていうのを積極的に俺が監督やったらもう攻める。でもね、盗塁だけ刺すのうまいんですよだから青みたいに盗塁はせん方がいいね。盗塁じゃないキャッチャーの揺さぶり方をしてください。ここまで言うと分かると思うんですけど、盗塁に関してはまあ名前出し悪いけど飯山キャッチャー
めちゃくちゃ強いんで、地型強いから基本的にもう送球も、あっちゃこっちゃいかない、もうブレないんで、盗塁は強いんやけど、まあ中学生の倒し方はそんなもんですかね。あとまあ専大松戸とかもちょっと触れたいんですけど、専大松戸ですね、まあ、僕からしたらまあ中央学院とまあ同等、同等というかなんていうんかな、力強さは感じないんですけど、試合巧者っていう感じなんですよね。まあ先発のピッチャーね、右投げの梅沢投手、マックス最速149キロなんですけど、僕はねそこまでなんかこうね、めちゃくちゃ抑えるっていう感じではなさそうなんですよね。なんかその打てへん球じゃないかなっていう怖さを感じない149キロと言いますか、まあ、いいピッチャー、いいピッチャーに変わりはないんですが、崩せるかなとは思います。でバッター陣はショートの野手の子が注目選手なんですけど、それ以外の選手に僕はあんまり怖さは感じてません。いいチームなんですよね、専大松戸。いいチーム度合いで言ったら多分専大松戸の方が中学院よりいいチームです。中央学院はポテンシャル高い集団みたいな感じなんで、専大松戸の方がいいチームです。ただやっぱ選手は中学院の方がいいかなっていう感じのイメージですね。でだから専大松戸の方が夏は強さ感じる試合をしてくると思う。まとまりあるというかね、まとまりを出してくると思います。だから中央学院はまとまれるかどうかなだけなんですけど、まあ、俺はまとまれないと思ってるんで、ポテンシャルで千葉大会を勝ち抜くしかないという予想をしてますが、先ほども言いましたが攻略の糸口はかなり多いですよ。で専大松戸の方が攻略の糸口は少ないです。でもねなんかねバッティングがねそんなにねやっぱ専大松戸見てて、よく見えなかったんです。バッティングフォーム的によく見えなかったんですよね。専大松戸は夏にしっかりピーク持ってこれそうな予感はしますっていうイメージですかね。でもほんまに千葉今言わしてもらったけど激戦国なんで、まあ、名前で言うと中央学院、木更津総合、専大松戸、習志野、千葉経大附属、市船、千葉黎明、拓大光陵、これぐらいかな。ここぐらいまでは多分ね、あの印回しとけばいいっすね。マジでこの辺強い強いというかその千葉内で強いんですよ。どうなるかわからん。始まってみて僕の予想では中央学院がぶち抜ける予想なんですけど、ほんまにどうなるか分からんし、中央学院一番攻略しやすいチームです。専大松戸は攻略しにくいって思っててくれたら、であと木更津総合も攻略しやすいです。バッティングに怖さないんでもうガンガン投げていけるんですよね。まあ守備走塁って感じ、木更津総合はマジでそういう感じですね。でも本命は中央学院のポテンシャル集団が俺はぶち抜けると思ってるっていうだけであって、春はね専大松戸が中央学院を決勝戦で8対4で倒して関東大会に進出しました。その際に神奈川県の東海大相模と試合して9対3で敗れてますね。多分、まあ、この試合見てましたがエースが確か怪我で出れてなかったんですよね。これ夏出れんのかな、これ出られへんかったら結構きついぞ。でその情報は知らんっていう手にしておきます。知らん、知りません。でエースが負傷で関東大会に出場できず、東海大相模に対して5人で継投するも9失点って、多分ねそのエースが投げれない場合は多くのピッチャーを使ってなんとかこう継投していくっていう感じだから、2人目のピッチャーいないんで、いかにそのエースの梅沢投手を引きずり下ろすかっていう感じですね。できれば5回で引きずり下ろしたいっていうイメージで戦っていきたいですよね。まあ、だから梅沢投手の一人だけの研究で済むっていう感じで、専大松戸はピッチャーの攻略はそこですね。まあそれぐらいだったら多分他のチームでも研究できると思う。例えばこのカウントでこれの球がよく来てますとかね、そういう研究の仕方ですよ。ちゃんとちゃんと分析してくださいよ。中央学院と専大松戸について倒し方教えますということでやらせてもらいましたが、これちょっとやってみて気づいたんですけど、千葉ぐらいの戦国になってしまうとやらん方がええかもしれんな、これマジでボロ出てきそうで怖いですよね。もう倒し方が分かってしまう、ほんまに分かってしまうというか、僕本命ですからね、中央学院に関しては一番千葉で強いと思ってるチームの倒し方を
教えさせていただきました、ピッチャー3人のしっかりした研究で、ピッチャーで一番打ちやすいのはさっさ投手で、崩すならキャッチャーから、バッター陣の一番注意してるのは青木選手と倉波選手だけっていう情報ですね。これはもう皆様が見てたとしても多分独自理論で、ここまでは多分ね見てる情報やから、内部事情言ってませんからね。というわけで倒し方講座、他の件もやっていきます。なんか申し訳ないんですけど、まあそれが僕の中で高校野球ファンの方にダイレクトで伝えれるんじゃないかなと思って、そっちの方が俺性分的には合ってそうやなっていう。だって他の YouTuber 見ててもなんかやっぱ内容俺と被るから、結局思わないやんってことは、俺は倒し方を教えていくしかないんじゃないかなっていう思ってしちゃいましたんで、皆さんも今後ともよろしくお願いします。ただ高校野球好きなだけなんでね、はい、高校野球ファンの方の少しでも試合観戦するときに小ネタになればと思ってこの動画を発信しております。ぜひよろしくお願いします。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。